はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスタースカーレットバイオレットのシングランクマッチやってきます。ちょっとね、パラドックスポケモン使いたかったんで、なんかパッと型が思いついたやつから持ってきましたね。この試合はちょっと無事に投げるか。初手のでもセグレイブゲロになるな。でも無事に投げよう。それしかないわ。相手なんかムーマとさ、パラドックスムーマと両方いる、なんかびっくり構築みたいな。いや、なんかね、僕普段受け回し使うから、なんか受けじゃない構築になればなるほどね、なんか勝てなくて、これ、この構築使い出してから5連敗ぐらいしてるからね、使い始めて即。本当になんか、自分のこう、いや、受けを使うとマジで受けしか使えなくなるあれがあって、僕はなんか、今までね、8世代の頃から、幾度となく受けループからの脱却を目指して生きてきたんだけど、本当になんか、できない。そして受けループ使っても勝ててない。もう本当にポケモンほどね、死にたいという気持ちに人をさせるゲーム他にないと思ってるんだけど、ここ自破めっちゃ刺して、自破でね、挑発持ってる。だからこれはアンコールより多分被害は小さいな。まあ、裏に投げ通るならそれはそれで、ムーマあたりが出てくるかな。セグレー、セグレのさ、巨剣ケアできるのフェアリータイプ偉すぎでしょ。ここハチマキ巨剣で昔は全員死んでたんだけど、クレベースがいればなんとかなるんだけど、クレベースは受けれる専用ポケモンだからね。ここのその竜舞も大丈夫で、竜舞 OK。 これは僕も速くなってるから、まあ、あとはこの人がテラス何切ってくるかによって若干変わるけど、アンコールからでいいね。引かれるとちょっとだるいっちゃだるいけど、テラス突っ込むんじゃないかな。せっかく前たチャンスだし。ああ、テラス切らないんだったら普通に僕もインファでよかったけどな。まあ、とりあえずこれで彼は竜舞マシーンになったので、わざわざなんかインファ打って自分が隙見せることもないよな。ソウルクラッシュ、やっぱね、ちゃんと負けて順位を下げて適正レートに来て自分の思った立ち回りが通るようになるわ。本来はゲームこうやって楽しむもんだと思うんだけど、上を目指すからね、いろいろ辛くなるというかね、そういうところはあるんじゃないかと。無理くり竜舞してくんのか。まあ S 上がるから確かにやりたい放題できる。てか霧か、普通にこんなこいつ火力出るのか。普通に陽気で A ぶっぱにしただけなんだけど、信じらんないぐらい強い。裏鉄の包だよね。ここで11取りに行くか、道連れからで。僕が S 上がってるからこれで何でもできると。いや、もともと思ってたら受け回してきついやつを鉄の武人で、まあ、道連れで無理やり道連れあんこで11取りながら、まあ、崩しもできてっていう。そう、道連れあんこって引かれるときついんだけど、それ以外の手順に対しては強いって言われがあるから、これ多分ハチマキだな。火力的にさすがに、ラッキーで電磁波入れれば全然十分かな。でこれ鉄の無事落ちてほしかったな。ちょっと困ること起きたけど、ワイドブレイカーで見れると思うんだけどな、電磁波入れてからの。とりあえずここはあの裏から出てくるペンギンを始末して、ハチマキ神速さ、ラッキー一発耐えると思うんだけどな。だここ相手神速じゃないとダメだから、神速させてラッキーで電磁波通せると思うけどな、神速だったら。火力的になんかハチマキっぽい気がするけどな。はいはいはい、それはしょうがなくて、
ラッキーで自破外すとめっちゃ辛くなる。電磁波からでどんぐらい入るかな。なんか海流に全部破壊されて終わる話もありそうと思ったけど、トドロクスキーにどんぐらい入るかな。ラッキーのが多分トドロクスキーより硬いんじゃないかな。迅速、やばい、マヒマチになっちゃった。なんか思ったようにいかないな。こういうなんかよくわかんない時にさ、最初から勝てる人って本当にポケモン向いてるんだろうなって思うんだけど、僕はそうじゃないなと思いつつ、マヒマチか。あ、身軽上から貼れ、あ、テラス切ればいいのか。これで早めに A 下げに行くのが正解かな、多分。かがんでテラスにしてたの忘れてたわ、普通に。なんか僕さ、ポケモンのストレスのせいでなんか脳みそがぶっ壊れててさ、こうなんかワーキングメモリーがめちゃくちゃ小さくなってる気がするんだよね。まあ昼ならまあどっちみちだったんだけど、本当にストレスでね、なんか脳みそがねダメージ受けてるんだろうなっていう気がする時がなんかちょいちょいあるんだよね。多分ポケモンが悪いんだけど、なんで A1 個下がっててこんな食らうんだよ。お前マジでどういう体してんだ、マジでこいつ。だって半減だよ。君しかもタイプ1のテラスタルじゃないからね、それ。これ考えると最初麻痺ってくれたのめっちゃ救われたな。まあ OK。とりあえず一勝。GG。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。この試合結構無事に投げたい相手多いっちゃ多いんだけど、ね、いやーまあでも後ろから投げれれば結構やれるか。無事に投げたくて、トドロク付きからちょっと入りたい気持ちあるけどな。クエスパトラ来るか次第なんだけど、たらまあクエスパトラさすがにと、あとアマガとかセットで投げるかだけど、無人でなんか全部倒すみたいなゲームになりそうだな。でもテラス切られない限り多分アマガそう簡単に崩されないから、そこテラス切らせたらまあ無人で見れるかみたいな、そんな感じがいいかな。後ろにねブーストエナジー持たせた無人置いとくとストッパーになってくれるから安心感はあるんだよね。あのこっちから来てもいいからこれで入るか。デカヌちゃんから来られたらアマが引いて、まあ、多分電磁波ステロのやつだから電磁波食らってトンボして、うん、ちょっと微妙だな。デカヌちゃんから来る、こいつがワンチャンデカハンマーしかなかったら身代わりで多分はめれるんだよな。風船、これ初手に来るやつだね。この手のやつは電磁波ステロデカハンマーアット1みたいなイメージなんだけど、こっちの身代わり読みでアンコールとか押さない限り苦しいと思うんだよな。自破をまずすかす。ジャレは搭載されてないと思うんだよな。デカハンを打つか、身狩りをデカハンに身狩り合わせるかどうかみたいな策になるから、引いて、これめっちゃ楽な展開になったな。まあすり抜けで処理しようっていう魂胆なんだろうけど、タスキドラパとかなんかな。僕はここでテラスタルを切ると一気に試合が決まる話があって、まあ、それもなくはないね。選択肢的には全然ありだな。テラス切ってもう一回地獄漬け押すか。トドロクスキルでテラスすることになったな。
流星は多分そもそも耐えるのと、ドラゴンアローが一番きついんだけど、で、身代わりが攻撃されないから逆に身代わりは無限に残るんだよな。これだとデカムちゃんにも登録好きで勝てるようになっちゃったから、あー待った、一番裏目に出る行動になったな。アマガ引きが丸かったか、なんだかんだ言って。身代わり残るとはいえなんだよなこれ。助けドラパ投げて前だったら普通に殴って出てみたいな感じの考えてたけど、これ何にも考えてなかったわ。デカンちゃん、まあ、ここはさすがに僕引かざるを得ないから、一回雨がかな。ステロは巻きたいと思うけどね、そっちもステロ巻きたい顔はしてると思うんだけど、僕登録付き残しとくだけでとりあえずデカンちゃんには勝てるから。アンコー、はいはいはい、アンコール食らいたくねえな。アンコステロ電磁波デカハンか。ここだから相手電磁波打つ以外多分やることなくて、挑発通すならありか。電磁波うん、挑発が一旦通って、クエスパトラだけはちょっと早くなっちゃってどうしようもなくなるから、それだけは避けて。畑持ってんのか、クエスパトラだけちょっとだるいな。ここさ、いやーこいつでテラス切るのはないんだけど、ちょっとデカンちゃんの耐久振ってるやつ無人でさすがに落ちないよな。驚くつきだろうね。はたき、電磁波、ステロ。微妙だな。はたかれたくないから一回山がか。はたき、磁波、ステロ、アンコールかな。でガンマーさえないやつか。これだったら登録付きテラスいらなかったな。でもまあドラパルト考えたらあそこテラスでよかったから、叩き打たせ続けて。これまずいのが、アマガが盤面にいるときに裏から変なのが来ることなんだよな。まあ、でも一回削っとくか。最低でもインファ圏内に持ってけば十分だから。硬、こんな硬いねこいつ。プレスにアンコールされる分にはいいか。うん、それはまあ別に構わないから。まあまあしびれるのも致し方なし。いやクエスパトラ以外は多分全部なんとかなるんだけどな。クエスパトラでテラス切られるとちょっと辛くて、まあいるか。やっぱりお前か。またまひるのはしょうがないけど、無人引いて、いや無人引きでいいな。ここルミナコリジョンは多分なくて、積み技を押したい、裏の轟く月を意識して積み技を押したい場面なはずで、オッケーオッケー。瞑想をこの時点で僕の方が早いから、で瞑想一回積んだら多分さすがにルミナコリジョンで、無人結構柔らかいから落ちると思うんだよな。ここ道連れでいいね。多分これではめていける。でデカウンちゃん出てきたらインファ打って、また僕道連れから再スタートすればいいから、
これで積んでるんじゃないかな。道連れあんこでなんか S の上がり幅がどこまであるかによるけどさ、多少だったら処理できるのが偉いんよな。まずいこと起きたな。僕の方が早かったから、いや守る考えると一回道連れから入りたかったんだよな。ここでも相手殴れないんだよね。あ、これでいいのか。守るあったらここで守る打ってくるんだけど、なんか S 全然上がってないこの人。とりあえずでもなんか迷走するマシンになったからいいんだけど、待った、そんな遅いか。え、だってもうこれ3段階ぐらい上がってるよね。そうだよね。あ、めっちゃ遅いおかげで救われた。こっからは迷走マシンなので、ソウルクラッシュを連打してなんか釈然としないけど、残飯があるとだるいんだが、残飯持ってる。まあただ削り切れる範疇かな。さすがに間に合うと思うけどね。このターンでアンコール切れるから、ここで道連れを押しておく。で多分瞑想の PP がなくなって、あのしょうもない技打つようになるから、あの悪あがき打つようになるからそのダメージでなくなってもらうしかないかな。これでアンコールが解けて殴れるようになるんだけど、まあ、殴ると相打ちになると。いいな、こういうポケモン好きだな。で相手は補助技打つしかないので、またアンコールを押していくと。これを繰り返してちょっとずつ削っていきますか。これで相手が多分抜け出す術が、アンコールに対してまあ守るをするっていうのがあるんだけど、それぐらいしかないかな。守れなければクエストバトラー、おっと、これもっと楽になったぞ。身代わりでどんどん削れていくからさ、それはそれで全然いいんだよな。え、身代わりに対しても道連れ通ったよな、確か。じゃなかったらみんな、身代わり使って道連れ使うのにみんなやめると思うんだよな。これで3ターンあるから、ソウルクラッシュを連打していけばいい。はいはいはい。身代わり瞑想、ルミナコリジョン、まあ、格闘テラバーストあたりかな。構成としては。残飯がとにかく鬱陶しいけど、ここもまだソウルクラッシュでいい。あ、身代わりが確実に割れるからそんなに苦しくはないか。まだなんとかなるね。だから一歩間違えるとテラバーストが飛んできて全滅する問題があるから、ここだけは気をつけなきゃなんないんだけど、ここが最後のターンだから、ここでもう一回ミスズラを押すと。このターンは身代わりしか押せないので、やべえ、こういうことしてる瞬間が一番楽しいわ。でも受けループはなんか行動自体が全てこれをやってる雰囲気がちょっとあるから、そんなこんな楽じゃないんだけどね、こんな楽じゃないんだけど、そういう雰囲気があるから、まあ、好きなのかもしんないんだけど、単体でこういうことできるポケモンもちょっと熱いね。なんか結構でもなんか要素をさ、こう単純化していくと多分すげえ身代わりが残るとか、多分そういうのに尽きると思うんだよな。オッケーオッケー、一日取ってくれたね。これで婦人も落ちるけど、なんか処理めっちゃ長かったからさ、身代わりに通んないような気が一瞬してめっちゃビビったけど、そんなことはなくね。雨がでプレスポチポチすんのがいいかな。そうだね、
トドロク付きで身代わりをしてとかちょっと考えたけど、鋼テラスがちょっと余計だったわ。アンコール星人になってるから挑発からでいいな。麻痺次第だけど、あ、オッケー。さすがにそうだよね、突破ルートないよね。とりあえず順位は戻ったので満足しました。 GG お疲れ様です。